どうしてヨガをすると良いの体を鍛えるアクティビティはいろいろありますが、今回はここ数年人気が上昇しているヨガについて、一体なぜこんなにも多くの人がヨガを推奨するのか、その理由を詳しくお伝えします。多くの人がヨガを実践しています。ヨガを通して身体的、精神的健康を改善しています。自信をつけ。 より充実した人生を手に入れているのです。ジムで筋トレをしている人たちの中も、ヨガも取り入れている人が多くいます。二つを組み合わせることで筋トレそのものを完全なものにするからです。ですが、ヨガでできてウエイトトレーニングでできないものとは何でしょうヨガは精神面に良い効果がある。現代にはストレスと不安。 鬱津が溢れています。この社会においては、こういったものを抱えているのが、普通になってきています。そのため生活の質を向上させる何かが必要となってきました。生活そのものをロボットのように過ごしていることに気づくこともあるでしょう。ただ歩いて、食べて、話す。そこに対した意識も持たずに、 ルーティンに縛られ、過度の不安に苛まれ、常に未来を考えて生きています。現在を無視してしまっているのです。ヨガは、現在に目を向けさせてくれます。過去と未来についての考えをうまくコントロールし、今現在のストレスを緩和させ、リラックスすることができます。ヨガを実践した後は、気持ちがリフレッシュし、 体がエネルギーに満たされていることを感じるでしょう。体を引き締める。ヨガは体を引き締めるのにも役立ちます。筋肉をがっつりつけるのではなく、体をぐっと引き締め体重を減らることにもつながります。簡単なポーズも難しいポーズも、あなたの強さを測るのに役立ちます。 例えばバカサナのポーズは腕の筋肉をムカブルクササナ、パインポーズはコアを鍛えます。ですが他にもヨガには大きな素晴らしいメリットがあります。呼吸法と柔軟性です。呼吸法。ヨガでは呼吸法はとても重要なものです。より深いポーズを取るのに役立ちます。また、 正しいポーズにより近づくためにも必要なものです。普段の呼吸が浅い人には特に良い練習になるでしょう。肺がより多くの空気を取り入れることができるようになります。柔軟性。体の硬い人にもおすすめです。体が硬いことによって起きる痛みにも効果的です。 最初からいきなり無理をしないようにしましょう。時間をかけてゆっくり柔らかくしていきます。初めの頃は上手にできないポーズもあるかもしれません。忍耐強く続ければ、自分でも驚くほど体が柔らかくなります。 怪我やその他の問題を抱えている時でも行うことができます。ですが常に体の限界を理解し、無理をしないようにすることが大切です。続けるごとに、徐々に痛みが少なくなっていることに気づくでしょう。さらにアクティブで柔軟になっているのを感じるはずです。ヨガには年齢制限がありません。事実子供、妊婦さん。 お年寄り、怪我をしている人などのための特別なクラスもあります。どんな人にも実践することのできるアクティビティなのです。幼い頃からヨガに親しむようにすることをおすすめします。子供もたくさんのストレスを抱えています。将来的にもきっと良い影響を及ぼすでしょう。大人に関しては特に、 強くおすすめします。とっても素晴らしいエクササイズですよ。